こんにちは、レイト開発のケイです。今回はですね、このジムニーのボディの脱着について、その作業ですね、こういう風にやりますっていう、その作業の内容をご紹介させていただきます。では早速作業やっていきたいと思うんですが、まずですね、スイッチがオフになっているのと、ここですね、ここにバッテリーが入っていないこと、バッテリーを出しておくっていうのを、注意していただいて、それから作業をしていきます。まず6つ外すんですが、前に、真ん中に、後ろにっていう感じです。じゃ、まず前から行きます。前は、ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、今すぐ見えるネジが1、2、3、4とあるんですけど、ここじゃなくて、もう一段奥にあるんですよ。2つ。ここですね。わかりますかね、ここ。ここまず1本。で、反対側。ここですね。ここ2本、ここを外していきます。奥の方の2本ですね。で、続いて真ん中、ここですね。ここです。ここを3つ目、6分の3ですね。で、ここ6分の4。で、続いて後ろ、あと2つですね。ここです。ここと、ここもちょっとこのバンパーのネジとか、ライトのこのリフレクターのこのステーっていうんですかね。ここのネジとあるんですけど、そこじゃなくて、この一番奥の方。ここですね。ここが6分の5。で、あとここですね。6本目。ここを外します。そうすると、もう、こんな感じでパカっていくんですけど、ここでちょっと注意していただきたいのが、これは、他のモデルも一緒ですね。ライトの線とか、なんかいろんな線がこうあるんで、こう一気にガッていっちゃうと、ちょっと配線だったりコネクターだったりを傷めてしまう可能性があるので、それだけ注意しながら、ちょっと慎重にですね、こうボディを引き抜いていきます。そうするとここにコードが見えてきますので、ちょっと説明しやすいように、基板一回、ネジ一本だけなんで一回取っちゃいますね。これ慣れてきたら外す必要ないかなとも思うんですけど、ちょっと今回はより丁寧にやるっていう感じで、ここ外します。コネクターや配線にテンションがかからないように注意しながら、こうボディとシャーシですね、両方支えながら、このネジを外します。そうすると、基板がシャーシから外れますので、ちょっと余裕ができると思うんですよ。で、この状態にしてからやっていただくのがいいかなと思うんですが、このまず2つ取っていきます。これがまずライトのコネクタ、 LED ライトのコネクタです。で、もう1個こっちですね。これこの基板をこの向きで見た時に、一番左にここにコネクタ、スイッチのコネクタが刺さってる、この状態ですね。この状態で見た時にこれです。これがボディから来てるんでわかると思うんですけど、これも外さないと、ボディを分離できないので、これ外していきます。で、このコネクターの外し方なんですけど、他の動画でも結構何回かお伝えしてるんですが、線を持ってこう引っこ抜いちゃうと、このカプラーがですね、一緒に外れてきちゃうんですよ。ちょっと説明のためにあえて外しますけど、これ、やらないでください。こんなこと実際やっちゃダメなんですけど、このカプラーがですね、今かなり強い力で引っ張りましたけど、こんな感じでスポッと一緒に抜けちゃうことがあるんですよ。これをこのコネクタ抜くときに、この線の部分を持ってギュッてやると、ここのカプラーがですね、一緒にスポッと抜けちゃうことがあって、一応戻せないことはないんですけど、かなり戻しづらいので、ここですね、一緒に抜いてしまうことがないように、あとはこのコネクタですね、そもそもコネクタを傷めてしまわないようにっていうので、ここを引っ張るんじゃなくて、ここですね。こうちょっと爪を引っ掛けて、引っ張れるような形状に、ここですよね。左右がちょっと出っ張ってて、こう、抜けるようになってるんで、ここをしっかり持って、こう、軽くこじるような感じ。右左ってこう、ぐにぐにぐにってやると、スポッと抜けるんで、ちょっとここの作業は慎重に行うようにしてください。はい。これで、まず、ボディと、まだ内装ついてますけど、このボディと内装一式が外れたと。で、今、作業したら、
ミラー外れちゃいましたけど、まあこの辺はちょっと作業するとポロポロ落ちてきたりするんで、まあなくさないようにですね、最後元に戻すっていうことで、ちゃんとなくさないように置いておいてください。で、あとこのシャーシですね、シャーシもこう単体になったと思うんですが、今これ外しちゃったんで、一応ですね、元に戻しておきたいと思います。で、ここについてたネジはこれですね、あの傘が大きいタイプ、ナンバー1ってやつで、まあ WPL で本当に一番よく使われてるネジだと思うんですけど、一応どの動画でも大体そうなんですけど、これがナンバー1ですね。で、ナンバー1を今から戻すんですけど、ちょっと合わせてネジの説明しておきます。今回登場するのこの2種類なんで、この頭が大きい方、こっちがナンバー1。で、同じ長さ、同じピッチなんだけど、頭がちっちゃいやつ。これナンバー2ですね。で、今回この2つが出てくるんですけど、このナンバー1、今1本しかないはずです。基板を取り外すのに1本しか外してないはずなんで、これをですね、元に戻しておきます。こうですね、この向きで、ここにネジ。で、こうですね。で、これが、で、一応この感じがいいと思うんですけど、正直ちょっと斜めにした方が結構収まりいいんですよ。あの、ちょっと裏の基板の足が出てる関係で。まあ、これ、あの、そんなにこだわらなくていいところだと思うんですけど、一応これぐらいの感じ。で、締めといてあげると、こう、収まりがいいと思うんで、僕はこれがいいかなと思います。もちろん、ちょっとしなっても、この方がいいなって人は、全然これでもいいと思います。ただ、横から見たときに、若干ですね、基板の足が下に当たっちゃうんで、ちょっと反っちゃうかなって思いますので、まあ、これはお好みで、どっちでも収まればいいと思いますので、これで戻すと。で、これで一応、こっちのボディ式は外れたので、シャーシの方のメンテナンスですね。をするために外したいよっていう方はもうこれだけです。ネジ6本だけで外れますと。ちょっとここのコネクタが厄介ですけどね。これで、シャーシのメンテナンス方をすると。で、続いて、ボディを例えば塗装したいとか、何かボディの方でやりたいっていうのがあるとき、あとメーターのシールか。メーターのシールを貼りたいなっていう場合にもそうだと思うんですけど、この内装を外していかないといけないですね。なので、ここからさらにいろいろバラしていきたいと思います。じゃあまず前後バンパー外してみましょうか。ここ、バンパーをもう見てわかると思うんですけど、ここのナンバー1のネジ、1個外す。で、ここ2個外す。これで、もうフロントバンパーは外れますね。今度リアバンパー。リアバンパーも、まあ、わかるかなと思うんですけど、ここですね。ここ、バンパーのネジついてますので、ここ1、2、ナンバー1のネジですね。頭の大きいタイプ。これは外していきます。で、これで外れそうなんですけど、まだ来ないと思うんですよ。で、どこにあるかっていうと、これですね。ここに1、2とあるので、これも外していきます。このバンパーの裏側って感じですね。これ外して、2個目も外して、そうすると、バンパーがですね、ちょっとこじらないと出てこないとこあるんですけど、こんな感じで外れます。これでリアバンパーが外れましたと。まあ、丁寧にやる場合は、ちょっとこれ何を目的に分解するかにもよるんですけど、バンパーだけ外したいときは今みたいな感じで、ここを先に外しておいても、まあ作業はやりやすいかなと思うんで、まあこの辺は本当にちょっとやってみて、その何をしたいかにもよると思うんですけど、そんなにこの辺は難しくないと思うので、まあネジ外したいなっていうパーツ見れば、そこにネジがついているっていう感じなので、そこをですね、順番に外していっていただければ、特に難しいことなくバラせるかなと思います。で、あとは、まあ、肝心のっていうか、この内装一式ですね。この、今、ベージュの色のところがボディで、この黒いところが内装なんですけど、ここの外し方。これはですね、ここ。このお尻に1個、ここ外す。で、あとですね、ここにネジがあるんですよ。これ。フェンダー裏のところ。タイヤのハウジングっていうんですかね。ここに、ネジがあるので、ここも、2箇所、右と左、外していきます。そうすると、もうこんな感じで、ちょっとここ開いてあげると、ここ出てくるんですよ。これで、
これで内装ですね、内装が出てくるっていう感じです。で、一応その他の内装の部分、ご紹介しておくと、ここがちょっとパチンってなってて、ダッシュボードですね、こうはまってるだけなんで結構簡単に取れちゃいます。逆に言うとここ外したくないのに別の作業してる時にポロって取れてきたりするんですけど、あ、戻さなきゃっていう時はここに幅広の爪がありますので、それをここのシフトノブの前の溝ですね、ここにこう収めつつ、こう左右にこうポッチがはまる場所があるので、それをこうそんなにきつくないです。ここはこうぐにゅっとはめとくだけっていう感じです。これでダッシュボードですねは取り付けができるんですけど、あとシートはこれ結構大きい爪ではまってるんですけど、あ、そうだ、シートの説明をするにはここ1個爪見えてますけど2個目の爪が見えてないので、ちょっとここも紹介しておきます。コードですね、これお持ちの方は分かると思うんですけど、ここにバッテリー、後ろの方ですね、後ろの方に走行用バッテリーが収まって、そこからこのコネクタと配線で基板の方まで行ってますので、ここに線が通ってるんですよ。で、これも特に隠れてるネジはなくて、この2箇所ですね、見えてるところ、これを外せば取れるんですけど、こんな感じですね、こんな感じでここに線がはまってるんで、一応これも取り外し方としてご紹介しておきます。で、戻す作業は後でやりますが、一旦、このままシートですね、今これを外すと、あ、こっちも一緒ですよ、こっちも一緒ですけど、ちょっと片方しかやりません。同じなんで、こちらに爪が2個見えてると思うんですけど、これをですね、こう外すように、こうなんて言うんでしょう、爪を爪で押さえているような形状になってるんですけど、まあこれをまあ見ればわかりますよね、この外れる方に、内側の方にこうちょっと力を加えてあげるとこう外れますので、これでシートの取り外しはできましたと。で、リアも同じような感じです。ここに爪がありますので、まあここを外してあげればリアシートも外れると。で、つける時もまあその逆っていう感じなんですけど、若干やりにくくてですね、まあ、この爪がこの穴にですね、溝にですね、来てるっていうのを確認しながら、ちょっと入れづらいんですけど、この爪を入れていきます。こんな感じですね。で、パチッとはまったら結構強く、はまりますので、うまくはめれてないとこれがこう取れちゃったりすると思いますので、一応こうちゃんとはまったかなっていうのを確認して、これでシートの取り付けが完了という感じになります。じゃあ一応さっきのコードですね、外したばっかりのところでやっといた方がいいかなと思いますので、引き続きこれ取り付けをしてしまいます。で、これがこの中に線が通るので、で、前側にこの白いコネクタですね、これが基板に刺さるところなんで、で、こっちの大きい方、黒い方がバッテリーに刺さる方なんで、これを後ろ側にしますと。で、ここの通し方なんですけど、まあネジをこう止めていくとき、あとはここのガイドのポッチがついてるんで、この辺をパチパチ取り付けていくときに、当然このリード線がですね、配線がそこに噛んでしまわないようにっていうのを気をつけながら取り付けないといけないですね。実際やってみると、はい、こんな感じで、これまあ実際見ながらやればわかると思うんですけど、ここのポッチとポッチに、こっちにも収まるとこが、ここですね、こことここがありますので、それがはまるようにこうしながら、配線も変な風に挟んでしまわないように収めていくと。はい、で、実際こう収めたところがこれなんですけど、こう目安としてですね、これがこうスルスル動く状態が好ましいですね。どこかに挟まってるとこれがこんなにスルスル動かないはずなので、一応このスルスル動くかっていうのを確認しながら、ネジここですね、締め込んで戻していきます。ここはナンバー2ですね、頭がちっちゃい方使います。で、今、ネジを締めてもこんな感じですね。当然このパーツはしっかり取り付けることができてるんですけど、ここはスルスル動くような感じです。で、一応左右の長さ一旦こんな感じですね。ここ基板に届かないといけないんで、かといってこっちが短すぎるとバッテリー装着するときにやりづらくなってしまうので、一旦この感じ、左右同じぐらい出していくっていうのでいいと思います。
じゃあまずこの内装の方ですね、一旦これで組み立てに移ってますけど、組み立て完了と。でまだボディ全バラまで行ってなかったんで、今度ボディの全バラもしていきます。一応塗装前提にクリアパーツ、ガラスの外し方もやっておきましょうか。ここですね、ここに4つも見えてるんで、この一番大きいガラスのパーツですね、これを取るために4箇所外していきます。ここ何番にですね、一応動画見返せば大丈夫だと思うんですけど、ご自身で作業するときもどこがどのネジだったかっていう、今回の場合ナンバー1頭の大きいネジとナンバー2頭のちっちゃい方のネジ、2種類登場しますので、そこはですねある程度覚えておくように作業を進めていただくといいのかなと思います。まあ、実際戻すとき、僕もですねかなり慣れてるはずなのに、あれどこがどっちだっけってなることは正直あるんですけど、まあ、取り付ける場所によってですけど、そんなに仮に間違えちゃったとしても大きな問題はないので、そんなに気張らなくても大丈夫だと思うんですが、一応ネジ4つ外して、これが取れました。で今回からですねこのクリアパーツ、正直今まで結構割れやすい素材だったんですけど、かなり、割れにくい素材に、割れにくくしてくださいって言って変えてもらったんで、かなり割れにくくなりましたので、結構作業も安心感があるかなと思います。まあ、今までだったら今までのやつご存知の方だと分かると思うんですけど、こんなことしたらもうバキって言ってますよね。もう全然割れないです。こんな感じです。はい。であと、フロントガラスはですね、これもそんなに、もう今お伝えした通りでこうそんなに割れない素材になったんで、結構強気でいっちゃって大丈夫なんですけど、写すのが難しい。こうか。ここに、上側、車体の上側の爪が、ここに2個あると思うんですけど、ここをですね、こう、こっちから押してあげれば、こんな感じで、結構簡単に、こう、外れますので、まあ、これだけかなと。で、はめるときも逆の作業って感じですね。こう、外から、こう、はめて、で、下の爪ですね。下の爪をこう、形状を見ればわかると思うので、この溝にはめてから、上の溝をパチッと入れると。もう、こんだけですね。これで、はまりました。実写もこんなに簡単ならいいんですけどね。で、一応、後ろ側もやっておきましょうか。後ろはですね、ちょっと説明難しいんですけど、このルーフをですね、ちょっとこう、しならせるイメージです。こう、上にグッと。しならせながら、あ、これさ、これ先に外します。これは後ろ。爪でついてるだけなんで、まあ、簡単に外れますね。で、これをグッてやると、こう、この親指とこの人差し指でこう持ちながらギュッてやると、ルーフをこうやって曲げれると思うんですよ。少しだけ。で、ちょっと曲げながら、グッて曲げながら、こんな感じ。まあ、かなりこれ丈夫なんで、今、一例として、今説明したような外し方しましたけど、もっと簡単に外れるよっていう、こっちの方がやりやすいよっていう方法も全然あると思うので、まあ、お任せはしますけど、一応そんな感じで、で、取り付けるときは結構簡単につくんで、ちょっと今サクッとつけちゃいましたけど、下入れて、車体で言うと上か。上側入れて、こう今画面で言うと、こっちですね。こっちを先にはめて、で、下を入れました。もう一回いきます。ここからこう、こことここ入れて、で、上をですね、グッとやると、こうはまります。こんな感じですね。はい、あとは大丈夫ですよね。あ、グリルか。グリルも外しておきましょう。グリルは、これもやる作業によるんですが、こう、電球、LED ですね。LED 電球外した方がやりやすいと思うので、これは、足の部分、ここを持つとやっぱり壊しちゃう可能性があるので、この LED のちゃんと根元の部分、ここを持ってグッと引っ張ってください。で、爪が引っかかってるんで、それもちょっと外してあげる感じで、こう、映しながらが難しいんですけど、なんか、爪が引っかかってません ?LED のところにこう。LED が、こう、LED の最後があるとしたら、こうなんか爪でガシって、止まってると思うんです。それをちょっと持ち上げてあげるとスポッて抜けるんで、ここですよね。ここに爪があると思うんですよ。ちっちゃい。
これをちょっと持ち上げてあげながら引っ張る。こんな感じで。こんな感じですね。そうすると簡単に取れると思います。で、グリルなんですけど、これもですね、こう爪が引っかかってるのがわかると思います。ここに。こことここは爪なんですよ。で、ここは圧入されてるだけです。この端っこの、このスリットみたいなところは。なので、まず爪外してあげて、パチパチって感じで。で、上の爪も外してあげて、で、意外とここきついんですけど、このスリット状になってるところに圧入されてる部分、ここもグッと押してあげると外せますので、こんな感じで。で、今の作業したらまた爪はまっちゃったんですけど、こんな感じで、それぞれどんどん外していくと、こんな感じで浮いてきますので、今2、3ミリ浮いてると思います。で、外していくと。こんな感じですね。で、あと、ライトもポロッと取れると思うんですが、ここもですね、まあ、外すのは正直簡単だと思うんですけど、今度取り付けていくとき、ちょっと注意していただきたいのが、車体側には、ここと、ここにですね、溝が切ってあって、で、そこにはまるような形で、こっちにも、こっちがついてますので、これをちゃんと収めるようにして、元に戻していきます。で、戻すときも、ついていたときと同じ向きの方が好ましいと思います。上下間違えても、間違えるというか、上下変えても、大きな問題はないんですが、さっきの LED の爪が、こう、操作しやすいというか、触りやすいというか、の向きの方がいいと思うので、今画面で言うと、爪がついてる方、ここの LED を押さえるための爪がついてるのを上に、今画面で上側にしました。なので、まあ、ここも下になっちゃっても、そんなに大きな問題ないと思うんですけど、また次外すときに、この爪をですね、こう、また上に持ち上げようとしたときに、これ下についちゃってるとちょっとやりにくいと思うので、一応この向きで戻していただくのがいいんじゃないかなと思います。続いて、このライトの戻し方ですけど、これは、ポッチが、今画面で言うと下にポッチついてますよね、これ。これが、内側に切ってある溝に入るような向きで戻していきます。こんな感じですね。で、これそんなに強く押し付けてはめるとかではないので、まあ、ここに今、パッと収まった状態。はい。で、あとグリル戻していくんですけど、一応グリルももうちょっと分解できるんで、それも一応ご紹介しておきます。まあ、全然簡単なんですけど、ここにポッチ2個ありますよね。ここはまってるだけなんで、これで一応、ここがですね、こう、グッて外すと、こう、取れます。ここがなんか、グリルの中の網みたいになってるんですけど、一応ここまで分解することができます。はい、じゃあ、これで大丈夫かな？もうこれでグリルまで分解してガラスも外したし、で、この辺は大丈夫ですよね。ミラーとかは、まあ、もともとつけてくださいっていう部品なんで、外すことはできると思いますので、塗装のために外したいよっていう場合は外してください。あと漏れはないですよね。はい、いいと思います。じゃあ、ここからもう元に戻していきますね。このグリルは、ここの溝見ていただくと、下の方が幅が広いですよね。で、上の方が幅が狭いので、それに合わせて、このグリルの裏側の爪も幅が広い方がありますので、それを下にして、こうはめていくと。で、ここ爪はめながら、このサイドのさっき、若干外すときに苦労したところだと思うんですけど、ここもしっかり圧入ギュッとして、で、爪も全部はまりましたっていう状態で、ここのライトですね、ライトも綺麗にはまってるかっていうのを確認しつつ、元に戻します。こんな感じですね。で、今度 LED も戻していくんですが、この時に注意していただきたいのは、この LED の足の部分ですね、足の部分がこうむき出しになってるんで、ここくっついちゃうとライトつかなくなっちゃうんですよ。なので、ちゃんと LED の足が離れた状態になっているか、こんな感じでですね、離れているかっていうのを確認しながら元に戻していきます。はい、こんな感じで、しっかり爪に引っかかるまで入れます。こんな感じですね。あ、で、これ左右特にないので、どっちがどっちに来ても大丈夫です。で、こっちも、こんな感じで元に戻して、一応、こう爪に引っかかって簡単に抜けることがないかっていうのを確認します。はい、これで OK ですね。で、これ左右どっちでも大丈夫です。
はい、じゃああとはどんどん戻していきますので、そんなに一回分解してる人だったら組み立て自体は正直そんなに難しくないと思うんですけど、一応組み立ても解説しながらやっていきます。ここですね、ガラス戻しました。でここ4つ止めていきます。この四隅のネジはナンバー2ですね。頭がちっちゃいやつですね。でこれもなんか結構いつも動画でしつこいぐらいお伝えしてるんですけど、慣れてない方ですね、あの相手が樹脂でそこにネジを締め込むっていう場合はあまりにも強くやってしまうとネジ山をかなり痛めてしまうので、そこは慎重にこう締めていって、ちょっと抵抗が強くなったらそこから少しだけグッと締めてやめておくぐらいで全然大丈夫です。作業の途中で外れちゃったミラーも一応戻しておきます。これでボディは OK かな。はい。で、ここに内装ですね。内装を戻していきます。で、この時に、この配線ですよね。配線を通しておかなきゃいけないんですけど、それを通す場所が、一応ここ。まあ、ここの大きい穴から出しといてもらっても全然問題ないですけど、一応ここに出す口がついてるので、ここから配線を出しておきます。ここですね。ここから、こんな感じで。こんな感じで線を出しつつ、これをこう戻していく。で、ここですね。ここ出てる。ここもちゃんとあるみたいな。なんかこの辺もろもろ確認しながら、結構この辺がですね、せっかく作業終わった後に、うわ、この線出てなかったとか、なんか変なとこ行っちゃってたとかって結構あるので、そこちょっと注意しながらですね、こう戻していきます。で結構この作業をするときに、さっき言っても結構前かに説明してたダッシュボードの辺とか結構取れちゃったりするんで、その辺もちょっと気をつけながら収めていきます。で、一応目安としては、ここですよね。ここのネジ穴がちゃんと、見えてきているか、ちゃんとフィットしているかっていうのと、あとここですよね。ここのネジ穴の向こう側にちゃんとボディのネジ穴が来ているか、密着するように来ているかっていうのを確認しながら収めていきます。はい。でちょっと最初慣れるまで手こずるかもしれませんが、一応これで収まっている状態。あとここか、ここがですね、このパーツを取り付けるための足が2本内側に出てきていると思うんですけど、それがですね、この内装側にもこうはまるようになってます。パチンと、その辺がちゃんとこう収まっていれば問題なく、取り付けられる状態になっていると思いますので、ちょっとくどいですけどここですね、ここが目安です。結構ここがちゃんとネジ穴が向こう側に見えて、こうネジを入れた時にちゃんと入る位置に来てるかっていうの、あとここですね、ここを確認して問題なさそうだったら、今の3箇所をネジで止めていきます。でここもナンバー2のネジ、頭のちっちゃい方のネジですね。ここ2箇所、でここ3箇所全部ナンバー2ですね。はい、これで、ちゃんと線出てる、コネクタも全部出てる、まああのライトで、このバッテリーのコネクタの白、バッテリーのコネクタの黒、この状態ですね。でフロントバンパー、まあ、フロントバンパーは簡単ですね。ここ2本外しただけなんで、ここを元に戻すだけです。ネジはナンバー1の方、頭の大きい方ですね。はい、これでフロントバンパーは OK と。で続いてリアバンパーですね。リアバンパーは一応ここからこうこんな感じですね。こんな感じで、まあ収まるようにしか収まらないと思いますので、収めて、でここの2箇所と、ちょっと見えづらい、ここですね、ここの2箇所を止めます。でこの4箇所は全部ナンバー1のネジ、頭の大きいネジですね。はい。であと一応忘れずに、このライトのリフレクターのパーツですね、これですね、これを元に収めて、ナンバー2ですね。ナンバー2のネジで止めていきます。頭のちっちゃいやつですね。
はい、これで、あ、大きいのが残ってました、ね、これ、一応、いや思いっきり矢印ついてるんで、これを上に、するのがいいかなと思います。これを上にして、ここですね、ここに、こう、爪がついてるんで、まあ、それ引っ掛けるようにして、奥まで入れるだけですね。はい、じゃあこれでボディが、内装も全部つきましたので、またシャーシに戻すだけという感じですね。で、この時間違えないようにしていただきたいのが、特にですね、このバッテリーから来てるコネクタ、これの位置は間違えないようにしてください。ここですね。ここに取り付けます。一応、これ、アンテナ目安が間違いないですかね。今、右下に、基板の右下にアンテナがピロッと出てますけど、この向きで見たときに、ここです。ここ。ここに、この黒いコネクターから、この黒いコネクターにバッテリーをつなぐ。で、そこから来てる、これですよね。これ。この黒いコネクターとつながってる、この白いコネクター。これを、今の場所に、取り付けるんですが、これも形状をよく見ていただくとわかると思うんですが、ですね、このコネクターに片側の側面だけ飛び出てる部分があると思うんですよ。それがコネクターのスリット、隙間が空いてるところに、はまるっていう風になるので、こういうことですね。こんな感じで。これもまあ、はまる方向にしかはまらないようになってるんで、しっかり見ながら気をつけてもらえば、向きを間違えて刺しちゃうってことはまずないと思うんですけど、一応その向きがちゃんとありますので、それは絶対に間違えないように注意しながら作業してください。でこれ結構長さがギリギリなんで、こううまく見せながら作業するの難しいんですけど、ちょっとすごい変な向きに、ちょっと今ボディ本当はこうですけど、ちょっと見せづらいので、ちょっと一回これ回転しますね。こうしてこの向きで見たとき、さっきと基板の向きは変わってないです。右下にアンテナ。この状態で、ライトから来てる、LED ライトから来てるコネクタを、右上、ここです。ここ、一番右上のここ。ここに戻します。で、これを、こう、戻していきたいんですけど、この戻すときに注意していただきたいのが、やっぱり、配線ですね。配線を変な風にならないように気をつけてほしいんですけど、まず一つは、ここのお尻のところ、ここを開けといて、ここにですね、当然走行用バッテリーのコネクタさせるようにしとかないといけないんで、これが、こう、お尻からちゃんと出てる状態。で、これ取り付けやすいようにちょっと出しときたいなっていう方、この時点で少し引っ張って伸ばしておいてもいいと思います。さっき動かすことできたじゃないですか。だから強く引っ張ると当然基板側のコネクタ痛めちゃうんで、ちょそこは加減してほしいんですけど、ちょっとこうこっちに長くしておいてあげても、いいのかなと。それも一つの手かなと思います。で、あと気をつけていただきたいのが、今この車体前側、後ろ側でひっくり返しますね。この状態で見たときに、この辺とこの辺に走行用バッテリーの線が通ってると思うんですよ。で、それが変なところを遠回りしたりとか、変なところでこう挟まったりしていない状態であるっていうのも注意しながら、戻してください。で、あとは、今、ちょうどなってる。ここの線ですね。ここの線がちゃんと中に収まるように、うまく取り回しをしてください。今ちょっと外に出てますけど、ここら辺。これちゃんと中に収めるようにしつつ、変なところに挟まったりしないように、気をつけながら収めてください。で、今の点注意しながら、こうちゃんと被せていただくと、結構動かない感じで、全部収まるところに収まると思うんで、で、一旦ここ閉めますね。で、最初に外した6箇所ですね。お尻側の2箇所、真ん中の2箇所、で、前の奥のところの2箇所。ここの6本のネジを全部ナンバー2です。頭のちっちゃいネジ。これを6箇所全部戻していきます。で、当然、まあ今回の作業全部そうですけど、相手が樹脂、
のネジ穴に対して、まあ、当然ビスは金属製ですけど、金属のビスを、締め込んでいくという形になりますので、締め込みの強さの加減ですね、これはもう本当にほどほどにっていうところで、やめておくっていうのを、まあ、慣れてる人はいいですよ、慣れてる人は全然わかってると思うんですけど、意外とそんなに強く締め込まないです。それで走行中にめちゃくちゃ緩んでくるとかっていうのは全然ないので、それより怖いのは強く締めすぎてネジ山を痛めてしまうっていう方が結構怖かったりしますので、そこは注意しながら締めてください。で、結構そのラジコンの組み立て、分解組み立て作業みたいな慣れてる人は全然いいんですけど、結構慣れてないと意外とですね、金属同士のネジのようにギューって締めてしまう方も意外と多いので、ちょっとそこは注意していただきたいです。はい。で、6本戻して、これでですね、元に戻りましたっていう状態です。で、一応今回受け皿にしてた、全然映ってなかったですけど、ここにネジ溜めてたんですけど、そこにあったネジも無事全部使い切ったと。で、この作業終わった時に、あれ、1本足りないとか、1本余っちゃったとかって結構あると思うんですけど、まあ、WPL なんで、僕はあんまりそんなこと言っちゃいけないと思うんですけど、まあ、1本ぐらいですね、なんか1本2本ぐらい多かったり足りなかったりしても走れば大丈夫です。そんなに危なくないので、もちろんネジ数合わなかったっていう時は走行前に慎重に大丈夫かなっていうのは確認してくださいね。ただよっぽど大丈夫なんで 1,2 本足りなくてももうちょっと合わなかったって人いると思いますけど、あんまり気にしないでください。走れば大丈夫です。はい、というわけで今回ですね、とにかく、ボディの脱着のみっていうので、説明させていただきました。で、ちょっと正直塗装をしたいのか、シャーシのメンテナンスをしたいのか、まあ、あとはボディ側の内装パーツを何かしたいのかっていうので、結構目的によってですね、どこまでバラして、どこをそのままにしとくみたいな結構違ったりするので、とにかく、ちょっと順番っていうところは難しいんですけど、まあ、とにかく全部、分解して組み立てるっていうところをやらせていただきましたので、まあ、ご自身の作業に合わせてですね、参考にするところを参考にして分解するところだけ分解してっていう風にしていただければと思います。はい、というわけで今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。